今週の CD アルバム売上レポートから2023年8月21日から8月23日の集計が明らかとなり、セブンティーンの Always You ー r s が50万5125枚を売り上げて首位を走っている。Always You ー r s はセブンティーンのグループ初となる日本ベストアルバムで、今までに日本でリリースされた全ての日本オリジナル曲及びジャパニーズバージョンの楽曲に加え、 8月22日にミュージックビデオが公開された、今明日世界が終わっても、を含む日本オリジナルの新曲2曲が収録されている。続いて、ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトルの最新作として同時リリースされた、ザ・ブロックパーティー・ホーミーズ、16,331枚と、ザ・ブロックパーティー・フッツ16,233枚の2作の EP がそれぞれ2位と3位についている。 4位には、8月23日公開のアルバムセールスチャートで3位を記録した NCT DREAM のサードアルバム、イストジが12,734枚で登場。そして、岡野昭人、ポルノグラフィティの初となるソロアルバム、Walking with a Song が11,221枚で5位に続いている。ビルボードジャパンアルバムセールス集計速報。 2023年8月21日から8月23日の集計。1位、Always Yours.17。505,125万枚。2位、The Block Party Homies.Hypnosis Mike.Division Rap Battle.16,331 枚。3位、The Block Party f u o d s h y p n o s i s Mike.Division Rap Battle.16,233 枚。4位、IstGNCT Dream. 1万2734枚5位ウォーキン・ウィズ・ア・ソング岡野昭仁1万1221枚ビルボードジャパンの CD セールスデータはサウンドスキャンジャパンのデータを使用しています